スペースシャトルの貨物室の搭載物を配備中の SRMS ロボットアームは人間の腕に似た働きをするメカニカルアームの一種であり通常はプログラミング可能であるロボットアームが機械装置全体ということもあればもっと複雑なロボットの一部ということもある回転動作や橋渡しのための動作をするようにそういったマニピュレーターの接続部はジョイントでつながれている 連鎖機構を形作っていると、マニピュレーターの接続部は見なせる。マニピュレーターの連鎖機構の集端部は、高架機と言われ、人の手に似ている。ワルムの金属製のオープンソースのロボットアームマームの、オープンソースのロボットアーム効果機、つまり、ロボットハンドは応用次第で溶接、保持、回転動作など要求されたタスクを行えるよう設計ができる。 例えば自動車産業の組み立てラインのロボットアームは溶接や組み立て中の部品の回転や設置などの色々なタスクを行う。爆発物の解除や処理を行うために設計されたロボットなど一部では人の手の精密な再現が求められることがある。空火性の6軸多関節ロボットヒューマンズの展示、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の主鏡部分を設置している。 ロボットアームカニダルムや SRMS としても知られるスペースシャトルリモートマニピュレーターシステムとその後継であるカナダアーム2が複数の自由度を持つロボットアームの宇宙での例であるカメラやセンサー付きの特別に取り付けられたブームを使用したスペースシャトルの検査また人工衛星の配備やスペースシャトルの格納庫からの回復処理などのいろいろなタスクを行うために これらのロボットアームは使われてきた。火星上のキュリオ式探査車でもロボットアームが使われる。2010年代には低コストのロボットアームの入手がとてもしやすくなった。そういったロボットアームはほとんどはホビーや教育用のデバイスとして売られているが、オートサンプラーとして使うなど、ラボラトリーオートメーションに使うことが提案されている。ありがとうございます。